テクノロジーで漁業が変わる。スマート漁業はもう始まっている。今や世界で成長産業として位置づけられている水産業。日本では就業者の減少、高齢化や水産資源の枯渇リスクなど厳しい課題はあるものの、日々生産性向上の取り組みが行われています。水揚げ後の市場や加工場での魚選別もその一つ。これまでの人手による魚選別は今やセンシング技術によって自動化可能に。画像センシングによって魚種サイズを判断し、現時点では40余りの銘柄を選別できます。銘柄は地域で取れる魚種に応じて設定できます。また光センシングによる温度や脂質の含有量の測定を実現。凍結、半解凍、解凍状態でも測定できることも大きな強みです。取得したデータはクラウドに保存、 PC やスマホなどで確認でき、漁獲物の集計や自家取引、ネット通販での販売改善に役立てられます。産業人口の減少、高齢化にあえぐ水産業ですが、テクノロジーの力でスマートかつ活力あふれる産業に